皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドングス遊んでいきましょう。さあ今回もキャンペーンミッション進めていきましょう。今回のキャンペーンは壊れ物、こっちですね。前回の最後で出てきたロバートさんっていう人の元を訪ねるのかな。よし、通り過ぎた。ここでミッション開始。ここの誰かがダミアンに雇われてた。まずはオーナーのロバート・ラシーヌからだ。順番に行く。慌てるな、冷静になれ。ここの従業員の誰かがダミアンとつながっていた。で、まずオーナーさん。カメラとゲート、開けていこうか。一旦開けて、そこにいますね。よし。で、カメラ。チェックインタイム。二人。視界にいるのは二人。まずそいつをやっつけて、はい。ショットガンで次そっち行きましょう。当たるよね。よし。さあ次の方どこだ。それかな。そっちまでゆっくり行こう。よし、使えるもんが意外とない。さらにそっち。先にこいつかな。よし、さよならして、でラスト。あいつ増援を要請できる。ビールの鑑定か。よし。そして最後にマークスマン。こいつ強いっしょ。テイクダウンいけるかな。試してみようか。テイクダウンはいけませんね。やっちまった。いや、テイクダウンができない。いや、これは死ぬわ。まあできんわな、あれは。まあしかし情報として大きい。さあ大体さっきと同じところ。あいつを殺して、あれ、いませんね。出てくんのか。あれ、うん、来ましたね。それをぶっ飛ばし。よし、よしよし。そしてそこに二人。カメラタイム。どこだい？いなくない？音声ログ。数ヶ月のリハビリの後、氷結が下され、俺の足が回復することはないらしい。そっちの上か。違う。危ない。こいつか。はい。さあお次。
で、そこにカメラ。暗いなぁ。全く見えん。いますね。いるわ。二人。上行ったな。よし。ここ暗すぎない？見えない。どうなってんの？全く見えない。うん、登ったっぽい。よし。明るさね、マックスなんだけども見えない。こいつか。そしたら、オフィスに行きましょう。アイテムはないね。もうないかな。やっぱ問題はのエンフォーサーか。硬い人？あいつが出てきた時にどうするか。この上ですね。上に行きたいんじゃ、おいたんは。どっちかな。そこら辺に行きたい。そこら辺。どう行く？こっちか。このリフトを使って行きましょう。上げてくれ。微妙だな。よし。これで侵入して。いませんね。アイテムはフル。作っとくか。よし。で、こいつをハッキングして。誰もいない。コンピューターだ。これでカメラをハッキングできる。シンギングフィッシュ。歌う魚。これはほっといて、こっち。こいつがらしいね。はじめましてだな。電話をハッキング。騙したのか。女は手に入れたのに。女はな、ガキはいらないと言ったはずだ。報酬が増えるとでも思ったが、おかげで厄介なことになった。追ってくる奴がいる。お前か？違うな。エーデンについて警告すべきだったかな。助けてくれ。出なきゃ全部話すことに。何も分かっていないな。奴が知ったら、ただでは済まない。クソ、どうすりゃいい？やれるだけやれ。じゃあな。逃げるっぽいぞ。どうする？このクソ野郎、逃げられると思うなよ。ちょっと待ってね、なんか出てきたよ。いるよね。エンフォーサーだ。爆破して、よし。ショットガン。で、ここ何？暗すぎない？一旦出ましょう。一旦出て、車乗って、デロリアン的な。そんで、どっち行った？そいつか。待てい。逃がさん。危ない。どこ行くんだ？線路？まずいな。これは信号も車止めもない。ジャンプする。そして橋だ。で、ちょっと行っちゃった。こいつあれか、下っ端か。
さらに橋、これは関係ない。またこいつはもう、どっち行った。うまいこと逃げますね。まるで鬼ごっこを楽しんでるかのように。どこへ行く。よし、警察から振り切って、警察振り切ってで、こいつを倒す。まだ逃げる。頑丈だな。で、さらに橋、あっ、危ない。乗り越えて、こいつも来る。これちょっと長いね。すいません、もうちょっと付き合って。よし、んでショットガン、オッケー。ボケなすが。俺を怒らせるな、エデン。そう言ったはずだ。ジャクソンに手を出す。ああ、そのことか。雇った連中の一人が無事を左すぎた。お前の思いに興味はないんだ。お前の場所は先の場所にか。妹に代われ。おい、お前に主導権があると思ってるのか。ニッキーと話したいならそれなりのものを差し出せ。IP アドレスをたどれば話ができる。だが今は時間の無駄だ。よし、これでミッションクリア。ニッキーは未だダミアンに握られている。言うことを聞くしかない。で、次のミッション。ダミアンにはお見通しか。行動が完全に読まれてる。前々から計画してたんだろ。あいつに常識は通用しない。どうする。失敗すればニッキーを傷つける。よし、ひとまず奴の遊びに付き合って IP アドレスをたどろう。絶対に出し抜いてみせる。で、次のミッション出ましたね。どっちだ。こっちか。キャンペーン巻き添え、ここに向かっていきましょう。何か方法があるはずだ。それにダミアンはエゴの塊で勝利を欲してる。そんなもんくれてやる。二人目のハッカーを見つけ、ニッキーを解放させる。信用していいのか。気にするな。今はそれしか選択肢がない。これミッション地点に飛んでこれんのね。初めて知った。あれのせいだ。よし、ダミアン、お前が見逃したものがあるはずだ。そこだ。チキシャ。何なの？ちょっと、私よ。呼んだでしょ？すまん。頭がいっぱいだった。そう。ちょっと来てこれを見てくれ。この人は？わからない。ファイルも破損してる。どうしたらビデオを再生できる？これは直せない。オリジナルが必要よ。例の CTOS のアクセス権で検索してる。そのことで話があるの。これは奴も知らないはずだ。知ってたら自慢したはずだ。誰なら自慢したって？彼女は手がかりかも。知れないんだ。奴の一歩先を行くんだ。何かトラブル？IP アドレス？ああ、これを渡された。こいつをたどれるか。一体どういうことなの？エイデン、答えて。そうじゃなきゃ何も。やつがさらったんだ、クララ。やつが妹を誘拐して人質に取った。なん
ってこと、あの男が。ああ、ダミアン、ダミアン・ブレンクスだ。ああ、私はもう手伝えないわ。もう行かないと。後で話しましょう、終わったら。こっち。どうしたの？耳を塞げ。敵の襲撃。ほい。よし、ぶっ殺し。守って逃げる。車はどこだ？こっちよ。敵な。そこら辺危ない。ちょっと回復し。ここにいんな。さらに上、どこだ？こいつか。まだいる。よし。カメラが使えそうで、下ですね。こういう時はフラグちゃんをね、こうじゃ吹っ飛びな。よし、なんだ無力か。気をつけて路上よ、前から来るわ。こっちか。よし、危ない。ちょっと欲張ると死んでしまう。いっぱい来てんな、スナイパー。こっち。よし、3人ヘッドショット。で、最後にそこのボケガキ2人を。どこだ？生きてる。よし、そんで30m。こっちではない。これどっち行くの？30m。 おそらく下かな。一旦やるしかない。停電。どうする？よし、減らして 58m。 降りようか。ちびちび減らして突っ込んでいきましょう。危ない。今の危ない。で、どっち？これは来ません。裏側かな。 ATM。 逃亡費を稼いで
2620ドル。で、こっちか。行くぞ、逃げるぞ。バッドボーイちゃん、急ぐんだ。はよ来い。何してる。こっちを閉じ込める気を。どうするの。モーテル周辺から離れろ。え、私はどうしたらいいんですか。なんで乗っけていってくれなかった。こいつを使ってで最後に逃げていきましょう。どこ行った。よし、離れて、でどうなる。そんで電話か。クララ、大丈夫。大丈夫なわけないわ。まったく、あんた何者。答えようがないな。話のできる場所があるわ。ここよ。これで巻き添えをクリア。スキル使っていきましょうね。6ポイント。爆発ダメージを大幅に軽減。まだいいかな。これ取っとこう。フォーカス、それとハッキングスチームパイプ、これいこうかな。よし。そして次の目的地はこっち。これはね、飛んでいけませんね。なんだろう。オールモーテルの火事がニュースになってる。お前普通にチェックアウトできないのか。ダミアン、みんなと同じやり方は嫌いでね。世間話か。久々すぎてうまく話せない。楽しめよ。これで最後だろうしな。こっちはネットワークを失って道具がいる。知らねえな。俺と組むのは嫌なんだろう。自力で何とかしろ。だが急げ。目的に専念しないとな。さあ、計算が話したがってるぞ。エイデン、ジャクソン、あの子は無事なの。無事だ。どこにいるんだ。わからない。けど寒い。ずっと目隠しされてたの。怖いわ、エイデン。大丈夫だ、すぐに助ける。ダミアのことは知ってる。奴はまともだ。傷つけたりしない。だが警戒はしておけ。知ってるってどういうこと。さらわれたのよ。俺を誘い出そうとしてる。え、時間切れだ。一体何を言ったんだ。かわいそうに涙目だ。ダミア、もう一度変われ。話の続きがしたいならその IP アドレスをたどって役に立つものを持ってこい。じゃあ片足は棺桶に。今のところは寒い場所にいるらしい。外だろうか。話し続けさせれば居場所がわかるかもしれない。よし、こいつをミッション開始。すべて失った。ハードディスク、ネットワークアクセス。まずはオンラインに戻らなければ。クララはどこだ。注意しろ、エイデン。彼女を巻き込むな。これありがとう。あいつらは何者なの。わからない。 CTOS 検索で気づかれたに違いない。それを聞きたかったの。システムハックが他でも使われてるらしいの。私があんたに渡したから。ちょっと待て。誰にも渡していない。絶対に信頼していいのかしら。いいか、説得する時間はないんだ、クララ。信頼できないと言うならそれまでだ。モーテルの部屋で何者かに襲われ、妹は行方不明。手がかりは何もない。今の優先事項は他にある。
分かってるわ。もちろん。この場所知ってる？この近くに CTOS の最初の実験場があるらしいの。バンカーと呼ばれているわ。いわゆる都市伝説によると。バンカー？都市全体にアクセスできるのか？検知されずにね。何ヶ月も調べていたの。都市計画の書類とか、彼らが見られたくないもの。どのマップも空白がある。ちょうどあの辺。それからモーテルの保証金は返ってこないわね。探そうか。あのバンカーとやらに入ってやる。検知されないネットワークか。この現状を打破できるぞ。バンカー。橋へのアクセスを探せ。こいつか。カメラをたどって、どっちかな。ね、いや、こいつか。いや、違いますね。どれだ？橋へのアクセス。これだよね。だよね。できるかもしれない。トビアス・フルーは。いた。最近あの島に渡ったやつがいる。名前はトビアス・フルーは。CTOS 開発者の一人よ。クビになるまではね。イカれたやつじゃなかったら薬をやってる。両方かも。すぐ近くに住んでる。ホームレスキャンプがあるの。ホームレスなのか。こっそりと店を出してる。デッドセックもレアなハードウェアを買いに行くほどよ。あいつは忘れて、被害妄想がひどくて話さないの。俺が説得する。話すのは任せるわ。本当にここにあるのか。おい。本当よ。迷信を信じやすいんだな。昔パパがよくトランブランに連れてってくれた。お宝を探してるんだっていつも言って。その頃は山小屋から盗んでるなんて知らなかったけど、金の腕時計とか道具とか、特別なものを見つけた時のあの表情。ある時、威厳ある皇帝が描かれた古いコインを見つけた。古いローマのコインって言ってた。とても貴重だって。でも私にくれたの。魔法世界への、ローマ帝国への扉だって。やっぱり親子ね。私も目を輝かせてた。そのバンカーもあるといいな。そうね。あった。あそこがトビアスの店よ。ほとんどは違法なジャンク品。運が良ければたまにレアな設計図があるわ。いないみたい。どうするの？あいつと連絡を取れる奴がいるはずだ。少し見てくる。これがその店。SOS。 高そうだな。ホームレスをスキャンする。こいつはダメ。こいつも違う。ギャンブル中毒、無職。男性はね、結構ね、ギャンブル好きな人多いね。こいつか。何か用か。ポーカーの途中なんだ。店に誰か来たぞ。閉店だ。待て、どんなやつだ。
さあ、パンクな格好の女と。じゃあ閉店だ。ポーカーか。俺も入れてもらおうかな。ポーカーか。さて、どこに隠れている？よし、いいぞ。待てよ、なんだ？この通信を調べている奴がいる。フィクサーだな。おい、こんなの信じるんじゃない。ついにフルーバーを見つけたんだ。捕まえに行くぞ。どうする？まずあいつをテイクダウン。すぐに連中に狙われる。止めなければ。ちょっと車借りますよ。まず真っ先に目的地に着くまでにあいつをテイクダウン。一人で行きたいんでしょ。いいわよ、島で会いましょう。この車全然加速しねえ。バイクにしておけばよかった。距離 100m。 このバンカー危ない。ガッツンガッツンリアをこづいてオーバーステアを誘発させる。そう、車乗りながら銃は撃てない。あ、しかもこいつも敵だ。よし、ガス管でぶっ飛んだ。どうなった？増員を始末するか、もしくは振り切りましょう。逃げるか。早速役に立ちましたね、ガス管ね。反対車線。まだ来てんな。この加速についてこれるか。残り1台。こいつはね、殺していくか。ショットガンでボケボケ。よし、トビアス・フルーワーとポーカーの時間だ。あいつはクララの姉妹の鍵だ。そしたら目標こっちか。近いね。乗り込んでポーカーをするんですかね。今日ね、たまたまのドキュメンタリーでプロのギャンブラーさんの番組をね見たんですね。日本人なんだけど香港だったり、まあ、アメリカっていうカジノが合法の国を転々として、カジノでお金を稼いでいるっていう日本人の方。自分もね、シンガポールのカジノ行ったんですけど、あれね、金銭感覚狂うわ。本当に5000円とかね、1万円が本当にちっちゃいチップになるんでね、あれはね怖いよ。で、こっち、ポーカーハウス。まさかこんなところで違法ポーカーか。この中の誰かがトビアスだ。誰かがトビアス。ローステークス200ドル。誰ですかね。この人っぽくない？やろうぜ。テーブル情報。
今のところ普通のポーカー。そんで、10と2。ベッド。誰だお前、見たことないな。知らないぞ。落ち着け、トビアスか。関係ないだろう。イエスってことか。いや、お前には関係ないってことだ。いい態度だ。それでブルームをクビになったか。ワンペア。ポーカー何にも関係なくない。トビアス止まれ。あのハゲか、どっち行った。なんすかね、ポーカーやるよーと思わせてからのテーブルひっくり返し。足速いな。30m、なんとしてでも捕まえる。殺しちゃいけないはずなんだよね。優勢撃ってくる。こっちも足を撃つか。もうちょっと近づいて、どう逃げてんの。よし、これで死んでしまう。あ、そう、今ので死ぬ。これはね、申し訳ない。普通にダッシュで捕まえていきましょう。近くない。極端だな。そして速い。よし、さて、欲しいのは一つだ。渡せば逃がしてやる。いやだ、絶対に見つかる。奴らとは違う。どうして信頼できる。撃って奪う方が楽だからだ。答えになってない。そうか、あんたの思う奴らの仲間じゃない。この会話が知られることもない。あのバンカーには電気がない。奴らが止めた、わかるか。あそこは墓場と同じだ。なあ、なんとかできる。考えてみると最初からそうだった。墓場だ。あの場所と関わった人間はみんな死にかけてる。いいんだ、ほぼ安全だ、ここなら。ああ、トビアス、橋のリモコンをくれ。頼む。リモコンか、作ったな。ああ、ものづくりは得意だ。それはすごい。渡してくれ。ああ、よし、いいさ、持ってけ。ありがとう。お好きなように。重いか。言っておくが、重くなる一方だぞ。なおい、必要なものがあったら会いに来いよ。作ってやるから。ああ、頼む。さあ、これでミッションクリア。トビアスの店。トビアスの違法ショップでできること。すぐに使える作成済みツールの購入。ジャミング停電、 CTOS スキャンなどの作成済みツールはトビアスの店でしか購入できない。一応仲間になった。で、ミッションクリア。
そしておそらく電話が来るはず。トビアスと同じ状況に陥ってもおかしくない。同じ連中に追われてる。今や俺も帰る場所がない。奴は薬か何かで興奮気味だったが、気をつけた方がいい。フィクサーに追われてる。奴らに見つかったらどんな目に遭わされるか。いや、ところでモーリスが自分から場所を吐いた。そこで何か見つけろってことらしい。答えが欲しければ奴の後をたどれだと。意味不明だが何かわかるかもな。ああ、奴は理由を理解させようとしている。ご褒美でも与えとかないとな。なんだ、クッキーとかか。さあな、考えてみろ。で、次回もですね、おそらくバンカーに突入していくのかなですね。橋を開通させて、ここはそのバンカー。ではね、今回も一旦ここで終わりにして、次回バンカーに突入していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。